はい、どうも、始まりました。サンドバイシネマチャンネルの塚原奈彦です。よろしくお願いします。というわけでございまして、今月はスターウォーズ月間ということでね、僕も大好きなスターウォーズ月間ということで、もちろん今回もね、このレビューをしていこうと思います。アコライト第7話選択ということで来ました。いや、どうでした皆さんね、見ていただいてね、もうむちゃくちゃ、もうむちゃくちゃ、なんかもういろんな感情も展開もむちゃくちゃというわけでね、ちょっとね、今回ね、すいませんね、ちょっと愚痴多めの回になるかと思いますが、ご了承ください。というわけで、もう一日経ちましてね、しっかりで精査しましたが、ちょっといただけない、僕個人としては今回は。というわけで、今回は、高灘監督ということでございまして、第3話と同じ監督が、撮ってました。第7話。第3話は過去エピソードだったんで、今回も過去エピソードの違う側面から書いたっていうお話でございました。ただね、もうまず一個文句言いたい。いいですか？あのね、3、4割同じカット使うのやめてもらっていいですか？これね、下手くそすぎますよ、ちょっと。本当にね、普通ね、まあ、こういう映画とかで、ドラマとかでもこういうことって多くて、過去のシーンの実は、裏側を描いたらこうだった、みたいなのって、結構違うカットを使って裏側から撮ってるけど、違いました、みたいなことは多いと思うんですけど、今回、これ結構ね、本当に3、4割、下手したら半分ぐらい同じカット使ってません？ね、それはね、僕らね、見てるから。見てます、それは。見てるからわかるんで、もっと裏側とか、まあまあね、ちょっとソルのね、視点からとかありましたけど、それにしてもちょっと下手くそでしたよ、今回は。ここ第一むちゃくちゃポイント。ちょっともったいないなっていうかね、なんかなんだろう、何を見させられてんだろう、僕は知ってますよ、その話はっていう感じでございましたし、今回ね、結局その、言ったら、ブレンドの火災の、言った真実が明らかになるっていうのを、今回第7話、全部今回8話、アコライト8話の中で第7話ってすごい、起承転結の点ですよ、もう。すべてがね、わかるところだったのに、ここに結構すべてを持ってくるべきでしょう。普通のドラマならね。にしては、とにかく、弱い。むちゃくちゃ弱いエピソードとして、ここを皆さん、って感じで見てたんじゃないですか。僕はね、やっぱここをかなりキーと思って楽しみしてたんで、弱いですよ、これじゃあちょっと。まあ結局ね、ブレンドの火災が起きた原因っていうのが、まあ大きく言ったらこれジェダイに、まあ火はあるっていうのはわかります。ジェダイが来たことによって、ジェダイがね、フォースの集中っていうのを探しにブレンドに来てました。来てたことによって、本当にね、まあ、実際細かくつけばね、まあ分からなくはないっていうか、まあ、丁寧な積み重ねだと思うんですよ。トービンがね、もともと貧民の出で、7週間ブレンドクで調査をしてて、もう限界早く帰りたいってなったことによって、早く帰れる理由を見つけた。それがブレンドクの双子を見つけることがフォースの集中であるから、早くそれを見つけてしまえば、早く解決して帰れるって思ったんで焦ってた。で、ソルは、まあ、それにちょっと乗っかったわけじゃないですけども、自分のね、パダワンがいないってこともあったし、そういうの見つけたいって気持ちも強かったし、見に行ったら、王者とメイがね、虐待されるように見えたと。まあ、それを止めなきゃいけないのは、人間としてというか、人として、正解だろう、正しい行為だろうって、インダーラに詰めようというシーンとかありましたし、それもわかる。それも正しい気持ちっていうのもわかる。けども、それって、あの一瞬しか見てないわけじゃないですか、結局。で、実際そうじゃなかったわけだし、実際そのマザー・アニセアとかはね、あと二人には愛されてたわけだしね。だからその一部しか見てないで解決しようとしまって焦ってしまった、ソル。っていう、いろんな積み重ね、ちっちゃい積み重ねが理解できる積み重ね。まあ、今回の、事件、ブレドン火災に、まあ、一個火をつけてしまったということは、確かにわかる。わかりますけども、弱いのよ、これじゃエピソードとして。ドラマとしてって話なんですけどね。しかも結局ね、火をつけたのは実際にメイちゃんだったわけじゃないですか。焦ってね、ジェダイの日記みたいなところに火をつけたら、うわーって熱いって言って火をつけてしまったのが原因ではあったわけで、これが弱いんですよ。結局、しょうがないなって思わせたら、これじゃあ、しょうがないな、この火災が起きたらしょうがないなって思わせたら、もうドラマとしては美味しくないっていうか、だから僕的には、っていうかね、できたら本当は、ジェダイがね、結構シスの台頭っていうか、シスが出てくるってことを描くわけで、シスがね、最終的に、まあ、勝つわけじゃないですけども、シス側の目線になって、展開になって終わるっていうのは分かってるわけで、めちゃくちゃジェダイが悪いことしてたぐらい欲しかったわけですよ。ね。裏でね、実は、魔女たちのね、行動を、インダラとかすごいフォースの力持ち主がマインドトリックでコントロールして、メイと王者を奪うために、事件をむちゃくちゃ無理やり起こしてたと。それ全員殺しちゃった。ぐらいあれば、もうジェダイ、こらってなるのに、なんか全部が生々しい積み重ねすぎて、一個乗り切れないっていうかね、
むちゃくちゃ展開下手くそでしたね、なんかね。ね、で、まあ待ってましたよね。ケルナッカのね、ライトセーバー戦も。いや、まあそこは確かにね、絵としては派手でしたよ。見れましたし、予告編でね、もうずっとね、見たかったシーンだったので、おお、やっと出てきたと思ったけども、結局あれも魔女側に、コントロールされてるわけでしょ？っていうことじゃねえんだよな、みたいな感じ。そっかそっか、もうコントロールされてケルナッカあんな暴れちゃってんのかっていう、なんかこの、こっちのなんか、乗り切れない感じ？なんかね、わかります？この感じっていうね。もっとね、先生堂々とガチガチ戦ってくれたらかっこよかったのに、あ、そうか、なんか自分の意思じゃねえのか、切るなかみたいなとこが見えちゃうと、なんかね、ファンの気持ちを分かってないっていうか、視聴者の気持ちをつかみきれてないっていうかね。で、ここでね、今僕ファンの気持ちって言いましたけども、結局僕ね、このスターウォーズレビューするときは毎回言ってます。ドラマでも映画に行ってきましたけども、やっぱりそのね、スターウォーズって長いね、ビッグバジェットのすごい歴史ある作品はファンがとても多いから、ファンへの目配せをするのはとても嬉しいし、見てる人からしたらありがたいし、僕も嬉しいし、で今回ね、ハイパースペースのね、大災害みたいなのがここに出てきました。あれは2020年にね、刊行された、ね、ハイパブリック時代の小説、時代の光、小説の中に出てくる、一個、ハイパースペースの大災害っていう、ハイパースペースレーンに、いろんなデブリが溜まってしまって、そこに船が激突して、それに弾かれた船たちが周りの惑星を崩壊させてしまったっていう、のハイパースペースの大災害っていうのがありましたっていうのを、ことを影響を受けてたブレンドだったと、ということなんですけども、まあ、そういうね、小ネタはね、とても嬉しいし、知ってる人からしたらありがたいし、知らない人からしたら勉強になるな、あ、こんなことあったんだと思えることはいいしけども、ファンへの目配せイコール作品の面白さでは全くないですから、これ本当にもう、これどの作品でも言えますけど、特にスターウォーズで、それで失敗したのがドラマオビアン・ケノービだったし、それでそこから距離をちょっと取って成功したっていうのは、比較的に成功したと思うのがキャシア&だったと僕は思ってるんで、今回ね、またね、ちょっとね、中途半端とか寄っちゃったなって、今回それこそね、エピソード1の100年前を描くっていうことで、結構やっぱりそことね、作品とは距離を取れて、自由に描けるってことで、かなり僕は期待してたし、期待してたファンの方も多かったと思います。まあいいですよ、キーア・ディ・ムンディが出てくるとか、ね、バーネストラ・ローとか出てくるのは全然いいし、そこは正直僕どうでもいいんですよ。よりも、もっと、もっと脚本を練ってくれ。もっと練れたし、いっぱいいるでしょ、天才クリエイター、こんなスターウォーズなんてビッグバジェットには。だってね、プリクレでね、アナキン・スカイウォーカーが闇落ちた理由がね、いろいろあったじゃないですか。オビアン・ケノービーね、オビアンよりフォースが強いのに、なんで僕はね、あなたの言うことを聞かなきゃならないんだっていう疑念だったりとか、シミがね、亡くなってしまう理由、お母さんが亡くなってしまう理由とかね、パドメのね、恋心あるんだけども、恋しちゃいけないよっていう時代の掟への反発っていうのは、とても見ていてね、やっぱとても理解できたし、ああ、それならアナキン、闇落ちしてもしょうがない。わかる、気持ちわかるよ、アナキン。だけど、悲しい。っていうことに、やっぱり引きがあったんですよ。で、あれは本当にやっぱり、ジョージ・ルーカスのおかげなのか、何なのかわかんないですけども、このディズニー傘下に入って、その辺がね、すごいぼやけてる気がして、で、エンディングの曲がね、珍しくっていうか、初めてじゃないですか。ね、パワーオブトゥーっていう曲だったってことで、歌詞ありの歌、まあ実際ね、二つの力と引っ掛けてたってことなんですけども、ねえ、どうすか？あんなことする必要ありました？まあまあ、そこはまあまあ、100歩譲ってもまあ、いいか、終わってるエンディングって、いや、っていうね。むちゃくちゃだったな。なんかやりたいこともあるし、やりたいことと、見せたいことと、話のね、起承転結の点でひっくり返すべきだったところを、そこまでひっくり返らなかったっていう、この感じ。どうでしたか？皆さん、ね。でも、泣いてはもう笑っても、あと1話ですから、ね。さあ、終わります？これ、しっかり。もうね、まあ、もう100歩譲って、もう1000歩譲って、今までのことはもう水に流したんでもないけども、水に流したくないけどもね。これ、マジで、シーズン2へ引っ張るとかだったら、もう目も当てられませんよ、本当に。もう少なくともあと1話ね、なんか噂で40分ぐらいしかないって、本当は1時間半ぐらいあればね、もうちょっと説明できるかもしれませんけど、40何分で聞いてるんで、40何分でまとまるようには思えないですけども、なんとかまとめてください。そこだけでもね。こっからザ・ストレンジャーの話とね、バーンスタローとかの話で出てきて、で、王者と名がどうやって、まず名が、王者がどうやって闇落ちするのかとか、描かざるを得ないとこだと思うんで、っていうことはもういろんな細かいとこはもう置いて、とりあえず最後の一番にかけるしかないってなってくるので、あ、まあ、一個ね、名と王者を見分けつけなかったっていうのは、今まで僕にも言いましたけど、まあ、あれはだからやっぱり、同じね、生命体っていうか、同じとこから、同じ一つから生まれて分けてるので、まあ、同じ存在だったので、ミディクロリアンスの M カウントも一緒だったんで、
まあそれが見分けつかなかったっていうこともまああったんでしょうね。まあちょっと一個補足ですけどもね。まあシーンで一番良かったシーンってのはね、やっぱあのソルがね、こうやってグッて二つをね、メイとオーシャンをグーって止めたけど、やっぱりしょうがない。どっちかしか生きらせられないなと思ったら、ね、ここでタイトルの選択ってことを聞いてくるわけで、ね、オーシャちゃんを救ってしまったというね。まあそこも悲しいが、あそこはちょっとグッときましたけどね。まあその前にね、まあソルがね、お母さんっていうかね、マザー、アニセアの方をね、あそこも分かりづらかったな。なんかね、すごいブワッて魔力でね、霧みたいになって消えるとこを、あれは結局何をしてんのかもちょっといまいち説明が分かんないし、あそこでソルがね、やばい、なんかされると思ってブサッて行っちゃった。ああいうせいば行っちゃったってことなんでしょうけども、あそこのシーンもちょっと分かりづらかったし、ちょっと分かりづらかったし、むちゃくちゃでしたね、今回ね。まあ、なかなかすいませんね。もう、お米の会になっちゃいました。というわけで、ちょっとね、すいません。こんな感じでございまして。ただ、本当はあと1話ありますから、もうちゃんと見ますんで、そこは。楽しみですね。どうなんのか。もういろんな意味で楽しみになってまいりました。というわけでね、また次もレビューしていこうと思います。よかったら、高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。すいません、今回愚痴ばっかりでね。よかったら皆さんね、どんな感想を持ったのか、とても良かったって方もいらっしゃると思うんで、ぜひともコメントとかね、ください。皆さんの意見気になるんで、そうか、トービンあれで責任取って自殺しちゃったのか、っていうのもちょっと弱くない？